ってさ、いや、優しい。あ、本当に優しいでしょ、うん、優しいです。こんなクロスとかないですね。ファンの歌とか死んでも出さないよ。2回目からお金取ろうかな。くれやめないで。いや、いっぱい聞きますよ、マシタさん。楽しみにしてます。あ、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 やめないで、寂しい。やめないで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 。こんなにいっぱいやってる人いないじゃん。やめないで。やめないで。かきさんはそうか、分かるわ。先に、マシタカリのが見れなくなるのか。悲しいな。フィルムレッドは今見れるからね。そうか、分かるか、やば。新時代はこの未来だ。本当にやばって思ってやるもんな。アイラ引いたな。わ、歌がいる。変えてしまえば。変えてしまえば。アドファンに怒られるぞ、お前。強いて。お、すごい、センターさん。ストレートだ。ちょっと似てる。歌は俺の娘だ。帰れ。お前の歌を久しぶりに聞いた。あら。このドレハンを終わらせに来た。ゼルクに預ける。は俺の娘。前は一生社会人にはなれない。やりますに預ける。このパンをお前に預ける。このパンをお前にする。責任を預けて。殴り返したらお前を殺す。ニヤカはフィルムレッドいるな。はい。はい。見えます。じゃあ、階段の近くに、運転するところの近くに石炭置いておくれてください。はい。で、ゴムゴムの実を食べる。だサクやリン誰？ゴムゴムじゃない。今上から1個入れた。テレビ入った。うまかった。石炭入れたのは俺だ。4つ立った。体がゴム人間になっちゃった。はい。入れるよ。入れました。うわ、入れた気がします。全長室の箱から、石炭を入れた。俺は2個入れた。この石炭を、お前に預ける。ゴムに2個入れてる。どうしたの？2個入れてる。あなた、クルーでしょ。どうしてそう思うのかしら。いた！箱から出た釘を船内に捨てるのはクルーだよ。白いな。広いぞ。今日この試合終わったらこの白鳥意味なくなるじゃねえかよ。最悪だ。インフォメーションが大事ですよこのゲーム。うわ。なるほど。これはアメリカのコミュニケーション。みんな入れてるこれ。ハイライ。ハイライ。え、みんな入れてる。待ってこれ。大丈夫？船負けないこれ。ああ、完璧。ネズコは俺が守る。ぴょん、お前も鬼にならないか。やめないで。エンディングテーマが流れてる。最終回感あるな。カツシカラップで流れてる。明日僕の歌ってみたらこれです。はい。マジ？これだろ。楽しみ。うん。これでこれでアイドルになるかな。アイドル。落ち亀おもろいよな。たまにめっちゃ見るわ。イングシテイン。
現れたのさ、トゥトゥトゥ。明日も起こしておる何かし。後ろトーテムチェックしに行くわ。あれ船ってどこですか？はい、ここここ、ここでーす。ここここ、ここでーす。どうも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 。ありがとうございます。ね、あ、そう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 。今運転ってできる人います？ホワイトアウト中だ。お前の目は不思議なか。まっすぐだから進みますよ。リン、お前は俺の娘じゃない。はい。液炭を入れた。運転するぞ。この船を。あ、じゃあ最後。お前は傀儡だ。液炭を入れてくれ。船の中にあるものは全て俺のものだ。お前のものは俺のもの。ジャンクスや。早く入れろ、石炭を入れろ、リン。誰が運転してんの？あ、センターさんや。リンは苦労だ。俺いつになったよ。全然入れてくれねえ。誰か運転してくれ。あ、じゃあ運転するよ、いいよ。あ、じゃあはい、お願いします。石炭の運転しないの？こいつ殺していいか。あ、してるわ。こいつ殺していいか。はい。鉛を貯蔵する。海兵さん、玉あげるわ。はい、やったー。俺が白いから。見られすぎている剣について語りすれ。どこ？俺持ってるから後であげる。あとかい。うん、ちょっと邪魔、どいて。ありがとうございます。はい。金さん、大阪でおって。あ、石川番独占。タクヤさんもいるし、ゼルクさんいなくない？ゼルクさんいなくない？何か。おお、ライやめるからかな。あ、助かるこれ。すごい、ほぼ村まで来ちゃったよ。ちょっとここの敵が当たれない。俺が取ろう、その石炭を。俺がいただこう。これさ、多分あのあれだよ。あれ、料理人いねえな。お腹が空いた。ここの石バックはこれ持てるから、キレイに持って帰れ。持って帰れ。あの、ここ石炭2個残ってるで、持って帰れます。ああ、来てくれた。ありがとう。俺が取ろう。センターは黄色くんにね、石炭2個渡しといたんで。かげまるくん、はい、これあざす。いや、白く見られすぎてるの。俺石バック2つ当たって今葉っぱ10持ってるけど、誰にも何も言われないわ。いや、いいよ、いいよ。うわぁ、なんか嫌な声聞こえた。隠しろいる。ゼルク殺せ。あ、全然違った。なんで。いないか。いないか。ゼルク殺せ。うわぁ、嫌い。船船やん。ゼルク殺せ。銃上げて。違う違うよ、恥ずかしいですね、やめて。石炭取った？リンさん、石炭取った？なんで積んでる気なんですか？石炭4個入れます。はい、火薬入れられるぞ。なんか目の前いる、目の前いる。なんかいる。切ったら腹立つわ。何の話？なんで？なんで？あ、ごめん、余ってない。全部釘にしちゃった。船を進めろ。運転お願いします。えい。ここです。お願いしますって言って、やらせるってこと？あざ。うん。やばい、寒い。変わってください、誰か。ワンタンあるから置いとくわ、じゃあ。うわー、運転したくないのに苦行。はい。悲しい親切。これ合ってるよね。石炭入れまーす。まっすぐで大事だよ。あっ、料理作ってる。おお、センターさん入れた。ほん、何入れました？お前、火薬入れただろ。あ、入れてないですよ。あと何個ある、石炭？あと2個ありますよ。入れて。これ、解毒作れるから飲む。入れますね。はい。めっちゃ入れるな。めちゃめちゃありますよ。待って、これ全部入れた？待って、これ回ってない、これ。ごめん、待って、俺ガチで見えてない、ごめん。どっち？あ、ごめん、あー、ごめん、これマジでうわー、わざとだ。殺せ。やったよ、やった今。マシャカリ殺せ。
ましょう。このあ、ごめん、これめっちゃ分かってんね、ごめん。まさかに殺せ。あ、いいよ、じゃあ殺してよ、全部武器出す。いや、殺せ。やってるな。1本だけもらっていいですか。これ、俺がミスってるんですよ、久しぶりなんですけど。殺せ。これは、いや、言うことやってない。どうなんだろう。一箇所だけだったよ。これやってるわ、普通だったらやってるわ。点火するよ。点火した運転して。お茶を2個作ります。あ、僕運転します。ごめんね。4つ葉っぱは残します。はい。やっぱり影丸さん黒く見えてきたわ。本当？いや全然。どうして？俺は2年前かららしいと思ってたんですよ、影丸さんは。ごめんね。2年前がやってないから一箇所だけしか壊れてなかったよ、ちなみに。早くですね、じゃあ。今1個飲んだの見た？ああ、見た。じゃあこれはもうちょっとぶつかっちゃうんで。これやってるやってる！戻してるんすよ！やってるやってるやってる。お前も傀儡にならないか。大丈夫？お前も傀儡にならないか。いつできてるよー。あ、どこ壊れてる？やってるな、これ。やってるわ。やばすぎやばすぎやばすぎ。石から石かえらいです。誰か誰か石かえらい、え、ズレ君でしょ、これ。さすがに船曲げてない。何が曲げてない、全く曲げてない。上がってた船。これどこにあるの、全然見えない。なんかもう取れないんだから諦めなさい、傀儡。あ、なんか確かに右向いてはいるけど。え、結構これ向いてません？なんかシチューすごい。さすがにね、負けすぎだと思う。そんな負けなくても戻るから。いや、戻れない。いいね、そのセンスだ。殺せ。俺が今ね、俺許されてるから許してあげたいな。このシチュー何？じゃあ許してあげよう。このシチュー何？このシチュー誰が作ったの？俺が今だけど、俺は負けてると思うから、殺してもいいと思う。このシチュー。これは待って、ヒロさん、これはこの石を避けてるから。これゼルさん。一回石炭入れて、まあ戻すけど、これ。このシチュー誰？いや、待って、これは。これは俺だ。天才船長運転して、運転してるから。だったらまさか。じゃあ、あさってくるわ、じゃあ。危ねえ。わあ、幽霊劇じゃねえ、なんだっけ。幽霊劇続くね。幽霊劇何言ってんの、あいつの人。ちょっと、僕、これ、意思傀儡だと思うんで。これちょっと当たるけど、ごめんね、多分。いや、なんで、そんなに。これもいいし、当たる、当たってますから。傀儡に見えてないから。釘落ちてる、あいつ、キッチン前にちょっと落としてる、ほら、これ。はいよ、俺直すよ。これ、入れたやつ、怪しくね。曲がったとは？曲がってないよ。あ、曲がったじゃなくて爆発したよって。これ火薬？火薬か爆発だと思う。4箇所。まあ、釘どこにある？釘欲しい。あ、俺作れるからいいよ。あ、オッケー。マシャカさんどこにいる？今。マシャカさんはね、真ん中のね、ワークベンチ。マシャカでーす。マシャカでーす。6個いなそうで、筆曲6個いなそうで。火薬？火薬だって、ごめんちょっと。ワークベンチも下で2個置いたから、ちょっと音で反応できなかった。みんな、真ん中のワークベンチの前に釘2個置いてるから、誰か拾って、木も2個置いてるから。キー落としてるから直して、うん、怪しい人が直してほしいな、しっかりちゃんと。うん、いいよ。うん、一旦3つ持ち帰るね。これ、リンさんいる？リンさんいないかも。リンさんいないね。リンさん帰らでも許してあげてほしい。あの、たまにはね、リンさん勝たしてあげてほしい。頑張ってるから。あ、もう直したこれ。あ、あと1個、あと1個。どこだろう？オッケー。まあリンさんがね、傀儡だとね、クルー側にリンさんがいないからね、きついよね、傀儡側。これ誰が運転するの？リンさんいるじゃん、リラ運転してるよ。これ聞いたことある声だな。
ロ、あ、なんでもない。じゃあ、あれ、浮かないときますね。これ、追加で欲しい石炭、2個入れるよ。いる石炭いらない？どう？多分ね、どうだろう。一個だけ入れるよ。グラップバイビーバイビーバイビー振り抜いてくれ。タケさん料理作ってる？一緒に作ったよ。どこに置いた？ね、あ、作れたくなるよ。入り口のところの置いたの、草屋さん作ったやつ？ね、かかりの人、入り口かかりの人だ。やっぱ技師がいっちゃおもれえな。技師がいっちゃおもれ。いい。だんたくさん取れるのいいね。どうかね、いるよ。来てるんだけど、マジで怪しいから。怖い。外来召喚受けてくれてて配線行くけど、そんな自信満々だっけ、リンさんって。いや、普通にハイライン、ハイラインだと思うんだけど。いや、います。あれ、スイッチいましたけどね。センター？あ、いるよ。センターいるよ。石炭取ってきた。あ、何をしよう。あ、オッケー、オッケー。ちょっと、何をしようとしてるか教えて。お茶、お茶いくだけ。あ、店長はね、怪しまれてってか、自分なニトロ行け、ニトロ。俺が何してたか。おーえー、じゃあリンさんと、リンさんが、一緒に来るよ。ちなみにあと10個あるから。やば。呼びな。あのね、石バック開けるやつ、全部ハーブなのよ。呼びな。ちょっと俺のお茶だけも、あ、いいや、あげるわ。まだ俺ハーブしない。いらないよ、いらないよ、鍵丸くん。あ、じゃあ目の前で飲むわ、ちょうだい。あれ、置いてきた？なんかニトロやってるね。音聞こえるよ。俺のお茶。いいや。やってるね。え、それ多分じゃあ酒屋さんが飲んでるかも。お前のお茶だ。大丈夫かよ。いや、そこにはそこにあるよ。あんのかい。飲むわ、それ。大丈夫か。これはおそらく、まあ、船いない二人が片方に撃たれてますね。援護してくるか。おぉ、これ見合ってる人いる今。ニトロ側にでも撃たれると思いますけどね、ニトロ側に。今、ニスコだけど見合ってる人いたら塩取れますよ。東大に情報教えて。あ、今ゼルクさん、ゼルクさんも撃ってなかった？疑おうと思ったけど、サック無理そうだね、じゃあ。ゼルクさんなんか、センターさんなんて言いました？ゼルクさん撃ってなかった今。誰が撃ってない、撃ってない、撃ってない、撃ってない。ゼルクさん撃ってなかった。怖い。誰が撃ってなかったの今。サック。あ、海来召喚で死んでクマ倒したよ。ナイス。あ、なら、マサさんの銃あげるわ、これ。開けてくれない？銃あげれる、もう一個バンパーあるから。どこ？あ、閉まれてたからね。はい、スティッチューできたよ、スティッチュー。どうぞ。朝下にガンバ落としとくね、これ。これ拾ってほしい。1枚で。ここにあるよ、足元。足元は。あ、10くれんの？うん、あげるあげる。白だからいい、あげるよ。よっと。シティーください。シティーください。スクラップちょうだい、誰か。欲しい、俺も。いや。もうしばらく前から海外シューだからな。マサさんにプレゼントあげよう、マサさんにプレゼント。そんなにくれんの？クマ倒しただけで。1枚、1枚。いや、海外召喚だってこれ、マサさんしかいないんじゃない？マサさん、これプレゼントだよ。うわぁ、いいな。みんなさ、いいアイテムくれるけど、決定的なのが武器もないし、歯車もないんだよな。何を、やばい、この状態で死んだらウハウハになっちゃう。海外、今殺すな、俺チャンスだぞ。これ右でちょっと漁ればいいんじゃないですか。確かに。ちょっと誰も来んなよ、誰か。あれ、これさ、もう進めなくていい、船。船進める？いや、もう多分大丈夫だと思う。大丈夫？これ誰か入って、あ、でもちょっと夜すぎるか。いや、まだ余裕あるし。いやー、体力ないんだよな。あ、でも熊倒してる。もう朝なったし、行きますか。熊倒してたら下から行ってもいいかもしれないですね。下から行けるよー。で、行くか。俺、船いるわ、これ。鍵閉めとく、全部もう。出ていいよ。はーい。セルフィーさん、火薬。はい。
マサさんに銃渡してて、次で勝てたから。エンパーさん？さっき撃ってたからな、召喚。撃ってないですよ、本当に。エンパーさん、嘘ですよね。嘘って言ってくださいよ。いや、こっちのセリフだ。こっちのセリフだ。リンさん、傀儡ね。リンさん、傀儡。うん、揺れ歩き使わした。ダイセン。え？違う。何やってんの？これは一体どういう状況？欲しいんだ？人見たわ。ハムさん。待って、ヒロさんが倒す。ゲロ吐いた、ゲロ吐いた。ゲロ吐いた。ゲロ吐いたって待って。毒？あ、ゲロ吐いた。ゲロ吐いたよ。ゲロ吐いた。シチューか。はい、どう？いや、シチューじゃない。シチューじゃないよ。シチューじゃない。シチューじゃない。なんすか？あれ、デレック、デレックさんに撃たれた。これ殺していい？いいだろ。いいよ、いいよ、いいよ。いや、僕、毒出さ、あー、じゃあ、僕だ、殺して、いい、いい、ね、そうだ、これで。ただ、ダウンだけでいいかも、ダウンだけでいいかも。うんうんうん。もうこれハイズっていく感じですかね、これ。あ、よいしょ。あれ、ベッドまで運んであげてもいい。自分で行け。運んでるもん。ワンチャン酒屋さんの説もあるから全然。センターさん、ちょっと運んでほしい。センターさん。センターさんにもうね、あれ。センターさん、ええ、優しい。あ、本当に優しいでしょ。うん、優しいですよ。こんなブロスとかないですね。リンさん傀儡だよ。もう優しい。じゃあじゃあ。これがイケメン。白く俺は見えてるから、ね、励ましてもらったから。え、待って、先端どこ行ったって言ったけど大丈夫。あ、もうゼルクさんに刺された多分。ゼルクさん違う、ゼルクさん違う違う違う。ゼルクさん傀儡やった。ゼルクさん多分傀儡。傀儡じゃないっすよ。ダウン取ってる一応ゼルクさんの。今上にいます、遠目に寝てます。あ、これ船曲げてるかも。船曲げてるかも。船曲げてるかも。これヒーローさんかも。必ず。ヒーローさんはセルフィーさんもね、セルフィーさんもね、怪しいよ、あの火薬の件は。セルフィーさんかも、セルフィーさんかも、余ってる、セルフィーさんかも、セルフィーさんだ。上一人残した後、全員こっち来てもらった方がいいかもね。うん、俺残るは銃あるし。僕ね、誰？僕ね、これゼルクでしたね、これ。ゼルクって誰？あ、じゃあセルフィーさんだ。よかった、格差壊したから危ねえ。じゃあ行ってくるからちょっとお願い先に、僕後から行くわ。ゼルクさんは？ゼルクさんはここでしょ。オッケー。お腹が、ゼルクさんはただの、あの、白、白ですよ。なら、あの、本当に？あの、ダメタクシー。ダメタクシーから降りてきたよ。あの、半分にしてから、ちょっと見たら、ワインドだけしてるわ。これセンター？あ、センターだ。うん、セルフィーリンさんね。はいはい。みんなで一気に戻れば多分。みんなで戻りたいな。あ、ディレクター帰ってる。あー、なんでもないわ。撃つよ。まあ、あ、オッケー、ありがとう。早めに撃つね、もう。え、なんで？あ、大丈夫、大丈夫。あたしの気持ちは？ねえ。あたしの命は？盗まれる。やばい。超白かったのに。あー、撃てるかー。ナイス。超白かったのに。これ投げるためにね。リセットやった、リセット。あ、終わったんかい、もう。俺撃てねえわ。撃てた人。ゼロキ。ゼロさん、ゼロさん撃ていい。二人とも。ダメですよ、なんで。二人とも逃げた？そうですよ。本当味方だっけ？味方です、味方です。リンさんの死体に銃あるから取れたら取ってね。俺リンさんは殺せねえわ。前半に負けたやつね、マサさん。俺と前だよ。私だぜ。ちょっと僕も、もう、もうですかね。そう。待って。入ってるかもだから、2個ずつだよ。はい。セルフィーさんなんだっけ？3個入れちゃった。お返しか。3個入れちゃった。どうも。何言ってんだよ。冷蔵庫だ。あ、間違えた。これ、普通仕掛けてんのかな。
ゼルクさん HP ある？ゼルクさん体力半分です。罠引っかかって。え、撃っちゃおうかな、撃っちゃおうかな。ダメ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 。まだ試合は終わってないんですよ。おっと、まだ試合は終わってない。まだ9回裏ですよ。ゼルクさんだこれ多分。いやごめん、俺と。ゼルクさんに撃たれたんだけど。俺とヒーローさんが撃った。ちょっと、いや、俺、テレビは犠牲になったのだ。全然俺です。センターさん打ったの？全然俺です。お前か。あ、センターさん。ありがとうございます。来た、じゃないわ、これヒーローだ。あー、あったかい。ヒーローさん来てないよ。来てないやん。ヒーローさん。最後の最後まで気を抜くな。うん。ゼルクさんどこ行った？ゼルクさん今寝てます。ちょっと待って、バーカ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 ヨーホー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 ディンディン主催コンビだった。本当な、確かにこのゲームは難しい、やっぱり。心が痛いな。ニトロね、マジでぶつけられたらワンチャンあったんだけど、船それ全部抜いてたから。そうそう。ニトロあったらやだった。そう、船曲げてリレー歩きで戻ってぶつけたかったんだけど。うん。なんかヒーローさんがすごいテレポートしてたなんか。テレポート？あ、どっから登ったの？でもね、もう。あ、ちょっとな。実践だけどね、リンさんがね、黒すぎて俺もうライン切るしかなかった。黒すぎてもあまりにも黒すぎて。どうしようもない、あれは。うん。だって無理だよ。そう、だから、なんか、そう、マサさんに言ったら。よく船戻ってきたなーって思って。よかった。いや、そう。そういや、だってコーテム立てなきゃと思ったんですけど。コーテム立てた。まあ、本当は帰ってきたら壊そうと思ったけど、ね。めっちゃ壊されてた。リンさんは壊せなかったな。影丸くんだったら殺してたわ。いやそれはもう全然飲んでる。もう多分逃げる。